ございます。松本市立病院の感染対策室長、内科の澤木と申します。よろしくお願いします。ちょっと座って失礼させていただきます。新型コロナウイルス感染症への対応、当院の1年半の軌跡と今後、で感染症医療機関の現場からお届けするということでお話しさせていただきます。これは松本県域のですね、ここら辺の感染状況ですね。で最近はこれが10月なんですけれども、本当にこう7月の終わりからお盆過ぎくらいまでをピークにして、かなりちょっと前まではかなり大変な状況でですね、松本周辺を合わせると300人超えるくらいの1日にですね、患者さんが発生したこともあったんですけれども、幸いですね、9月10月と落ち着いて、今は長野県のレベルでいうと1ということでですね、直近1週間の陽性の方は、0から1人と10万人あたりですね、非常に落ち着いた状況です。ただし、おそらくというか、どんなタイミングでどの程度 の次の波が来るかわからないんですけれども、必ずこれが続くということじゃなくて、今しばらくまた波が来るんじゃないかということが言われています。でそんなこともあってですね、次の波に備えるという意味もあってですね、当院のこの1年半 の感染症への対応の経過をちょっとお話しさせていただいて、でどんな治療をしていたかというようなことを次お話しして、じゃあどういうその感染対策のポイントがあるかということもお伝えしたいと思います。で最後に診療体制についてちょっと触れさせていただきます。発熱外来の状況ですね、これ1波、2波、3波、4波、5波と波を3、4、5となるにつれて発熱外来を受診する患者さんが増えています。これ感染症病床の入院状況なんですけど、これも1波、2波、3波、4波、5波とですね、3、4、5と非常に大きな波が来ています。1日に37床が満床なんですけれども、30人を超える日が何日も続いたというような状況もありました。先ほど小翔さんの方から言われたようにですね、去年の初頭からですね、患者さんの受け入れが始まっています。非常に去年、おととしですね、おととしの年末に、中国の武漢で謎の原因不明の肺炎が流行っているというような報道があって、年を明けると、次から次へと中国の武漢では病院に患者さんが殺到して、で亡くなる方も結構いるというような報道が連日ですね、テレビに流されて、非常に大変なことが起きているんだなというような状況だったと思います。で当院も長野県に11ある感染症指定医療機関の一つで、松本の県域では唯一ということになってますので、1月の終わりからですね、1月の終わりに3日間ですね、患者さんの受け入れの準備ということで、防護服の着脱訓練というのを行っています。で、そうこうしているうちに、横浜にダイヤモンドプリンセス号とクルーズ船が来てですね、この中で患者さんが発生していて、クラスターが発生しているということで、周辺の首都圏域では受けきれなくてですね、長野県に来るのかなと思ってたんですけれども、安倍知事が受け入れを承諾してですね、で当院にも2月16日に1人ですね、搬送されてきました。でそうこうしているうちに、2月の26日ですね、新米の号外が出ちゃったんですけども、第1例目県内初確認されたと。で松本保健所管内在住ということで、松本保健所管内というと当院に入院ということになりました。ということで、去年の最初にですね、患者さんの受け入れが始まって、で県内の1例目ということで当院に入院となっています。で当院の対応の経過はですね、今お話ししたようにクルーズ船の患者さん、長野県1例目の入院というのがあってですね、でその後診療体制がだんだんと整備されて、で設備ですとか機器体制が拡充されてですね、で
幸いこの最初の波が来た後1ヶ月2ヶ月患者さんがいない時期があって、で、まあ、来てもそんなんじゃなかったんですね。でここの時期にいろんな体制が整備され、で年末からの結構大きな波になんとか乗り切ったっていうような状況です。で第3の波っていうのは、年末年始にクラスターが連鎖して、で当院の職員が集団感染を起こしたと。でなんとか落ち着いたんですけども、また人の流れ、年度末の人の流れとともに、患者さんが発生して入院して、でここで発熱外来に CT が導入されて、結構ここで診療が CT がすぐ取れるという状況で、なんとかこの波を乗り切るような状況になっています。当初の感染症病床ですね、皆さん病院にお見えになった方は見られたことあるような景色かもしれないんですけれども、3階病床で3階のこの奥の方にですね、この2部屋が感染症の病床ということで、3床3床6床計6床感染症の病床があります。でここはですね、この扉を閉めると中に陰圧装置という装置があって、空気がですね、空気がこの部屋から漏れ出ないような、そういう部屋の設定になっています。でここに患者さんを入院していただいて、なおかつ病室をいくつか開けて、でその一般の患者さんも受け入れられるようにですね、対応しました。当初のスタッフですね、看護師さんたち、非常に初めてというか未知のウイルスだということで、非常に緊張した毎日で頑張ってくれてました。で先ほどのですね、長野県第1例目が当院に受診されたんですけれども、コロナの患者さん、なんか見ますけど何もわからない状況だったもんですから、熱と下痢ですね、熱と下痢ということで北海道の方に出張に行って東京経由で帰ってきたという方でした。で牡蠣ですね、牡蠣を食べたり焼き鳥を食べたりというようなこともあったもんですから、でしかも水溶の下痢が続いているということで保健所に相談して受診となったんですけれども、症状からはコロナじゃないんじゃないかなっていうようなことで当直医は私だったんですけれども、たまたま当直の終わりに来たもんですから、これで終わって帰ろうかなっていうような状況の時でした。で念のために CT を取るとですね、このような多発するですね、すりガラス炎というんですけれども、非常に広い範囲の肺炎が見つかりました。で数日のうちに酸素の値が下がってですね、信州医療センター須坂病院なんですけどもに転院となっています。でこの当時は、松本医療圏で、患者さんの連携をですね、医療連携が構築されてない時期だったもんですからも、保健所に相談してですね、保健所と県の方で手配して須坂まで患者さんを搬送しています。で発熱外来の初期 の様子なんですけれども、当時は中国武漢からというようなことで縛りがあったもんですから、その中国から帰ってきた人は声をかけてくださいというような対応でやってたんですけれども、だんだんとですね、日本に患者さんが出たりとか県内に出る場合にはこれではちょっと大変だなと、一般の患者さんと感染の疑いの患者さんとが混ざってしまうじゃないかというようなことで、非常に何とかしなきゃいけない、何とかしなきゃいけないということで、職員の皆さん全員がですね、危機感を抱いて、で連日ですね、毎日12時半からコロナの対策会議ということで、各部署からメンバーが集まってくれてですね、さまざまな意見を出し合ってですね、でこれが足りない、こうした方がいいというようなことで、病院の前の入り口でですね、お互いの患者さんとなんとか一般の患者さんを分離して分けて、安心安全なその体制での診療ができないかと、あと医師の診療ですね、医師は病室で一般の患者さんと接したり、
あと外来の患者さんを見たりというようなことで、病院感染した場合には非常に与える影響が大きいということで、できるだけその感染のリスクが低くできないかというようなことで、オンライン、今では当たり前になっているオンライン診療ということで、iPad を使って、顔を見ながら診療するという、そんな体制で診療を始めています。で、そうこうして1ヶ月に少し経つと、だんだんとこう形が整ってきてですね、で、まあ、安全安心の医療を、当時あまりその感染症風評害というようなことがあってですね、公表しなかった病院が多いんですけれども、当院は、皆さんに不安をかえって与えないようにということで、内部を公開したりとかですね、記者会見を積極的に開くという事業管理者委員長、事務長さんの方針もあってですね、こういうような形で始めていますということで、4月20日ですね、ゴールデンウィーク前にしてやっとその独立した発熱外来点滴診療ということを始めています。これでやっと一般の患者さんと感染症疑いの患者さんがなんとか分離できるというような体制が整いました。あとこれはですね、あとそうは言ってもですね、我々医療従事者もかなり不安なんですね。で患者さんから PCR 検査をするときも非常に近くで検査しなきゃいけないというようなこともあってですね、なかなかこう怖かったんですけれども、食科技内科のですね、伊藤先生という先生がいらしてですね、このあっという間にこの防護ですね、安心して検体PCR ができるというような、こういう装置をですね、衛生担当の方と数日で作成してですね、そういうことで結構これがですね、勢いになって、診療部、診療の中でもよし頑張ろうというような、そういう勢いがついたというようなところでした。これもおしまいの一面なんですけれども、実際にこの先生が作ったんですが、リスクの中で懸命に診療ということで紹介していただいています。だいぶ我々も診療に慣れてきたというかですね、免疫がついてきたというような状況です。で、その後ですね、遺伝子検査の機械なんか、抗原検査の機械なんかも導入されて、数日というか1日2日待たないと結果が出ない、遺伝子検査の結果が出ないこともあったんですが、それまではあったんですが、これによって検査が、診療が飛躍的スムーズになりました。これやっているところですね。で、これはですね、感染症病床の中なんですけれども、この奥に陰圧装置のある部屋があるんですけれども、ドアを開けたりとかするとウイルスが出る可能性もあるしということで、扇風機を回してですね、とりあえず風の流れを確認しながら、一般の患者さんとか我々がいる人のいない方に空気が流れるようにということで、安全の体制でやってました。で、陰圧装置をですね、他の部屋にもつけるということでですね、いろんな感染症病床の部屋に陰圧装置を、拡充したりとかですね、あと、透析ですね、透析の患者さん非常に免疫が低いので、感染拡大が心配だということで、透析室の方で、陰圧にして透析ができるような体制を取ったりとかですね、あとリハビリの方でも入院患者さん動けなくなる、安静にしていて動けなくならないようにということで、動画でですね、リハビリを配信したり、iPad でリハビリができるようにというようなことで、いろいろ工夫してやってくださいました。ちょうどこれは去年の10月、今頃なんですけれども、外での診療というのは、だんだんと寒くなってきてですね、これ冬になったら、なかなか大変だなということでですね、大々的なリニューアルがされています。これもともと、更衣室ですとかロッカールームです、休憩室だった場所をですね改修して道具を作って、これ今ある発熱外来なんですけれども、線路沿いのところなんですけれども、病院の内部で、診察ができるような発熱外来に、変えています。そうこうするうちにですね、年末が近づいてきて、全国的に感染者の数が増えてきてですね、でいよいよ GoTo トラベル、経済を回さなきゃいけない
ということでやられていた GoTo トラベルも中止されました。でそんな中に安倍知事が、視察に来てくれまして、これ安倍さんでこれ院長先生なんですけども、でこの後会議をしてですね、安倍知事も、連日のように発信してコロナの感染予防拡大を防止、必死に防止してるんだと、だけどもちょっとなかなかうまくいかないっていうようなこともおっしゃってくれて、その感染症指定医療機関として何か発信した方がいいようなこともないのかというようなことを聞いていってくださいました。翌日には我々の会議でお話ししたようなことを、こういうことを気をつけましょうというようなことで発信してくれてました。でそうこうしているうちに年末ですね、年末のちょうど仕事を納めというか仕事が休日になる、その日休日になったその日の夜ですね、保健所からの連絡でですね、どうも松本市内で患者さんがしかも老人施設で発生したということでですね、お一人、12月29日の夜入院となっています。でその日からですね、次から次へとその施設内で感染が拡大してですね、あっという間に感染症病床が埋まっていきました。これ12月31日の光景なんですけれども、普通の日と変わらないような形で発熱対応をしています。雪の中でドライブスルー形式でPCR 検査をしたりとかですね、一日中これ発熱外来で iPad オンライン診療をしている先生ですね、あと病棟の方ではもうあっちに行ったりこっちに行ったり、この防護服を着ながら看護師さんが働いていました。でこれも今年の1月1日の、記事なんですけれども、同じですね、連日患者さんが来てですね、検査に追われて診療に追われてということが報道されました。でこれも3階病棟、先ほど言った当初の病棟とはだいぶ様変わりしてですね、患者さんが増えて最大で37床見れるような体制にということで病床を、拡大しています。この扉の奥ですね、この扉の奥こういう形でですね、防護服を着た一回来て患者さんの介護ですとか看護をするとですね、数時間は脱げないので汗びっしょりでですね、本当に心身ともに疲れ果てるような状況でこの必死に対応してくれてました。発熱外来ですね、発熱外来の状況で、年末年始の状況なんですけども、ミーティングをして、これ結構もう夕方近くなんですけれども、車がずっと並んでそこに救急車が来るというような感じで、なんか 災害医療のような感じでしたね。で、ずっと何時間待つのですから、状態を看護師さんが確認に行ったりとかですね、これも先ほどの遺伝子検査をフル稼働してましたね。で1月14日ですね、これはかなりこうピークを迎えるくらいなんですけども、中村委員長と知事とですね、医療非常事態宣言、初めて聞いたことなんですけども、長野県医療非常事態宣言ということで発令しています。でこの頃には、県内の多くの病院でも院内感染が発生してですね、当院もなかなか感染は起こらなかったんですけれども、ちょうどですね、この地区の感染状況が落ち着きつつあった頃にですね、1月複数名の職員の感染が出てしまいました。で、クラスター対策チームという県のチームが派遣されたりとかですね、で我々診療しているものもですね、安全に患者さんに接するというようなことでですね、繰り返し遺伝子検査をして、中には10回くらい出た方もいますね。で幸いですね、その職員の集団感染は起きたんですけども、院内感染ですね、患者さんへの感染はありませんでした。でそんなことでですね、それも収まってですね、
少し落ち着いたんですけども、やっぱり年度末ですね、年度末の人の移動に加えてですね、変異ウイルスですね、変異ウイルスがだんだんと広がってきてですね、4月から再度感染が拡大しました。これ、トイレの遺伝子検査ですね、PCR 検査の実績なんですけれども、4月から結構検体数が出て、この頃には、本当にこの頃は、最初の頃はですね、慣れない中で非常に大変な状況だった、大変な感じで検査科の方もやられてたんですけど、非常にこう、点数をこなすうちにですね、スムースに検査が回るようになってですね、1日に5、60件検査をしていました。で、その感染の拡大の急拡大の一要因として第4波ですね、ゴールデンウィークのこの4月5月ではアルファ株ですね、で今回の8月9月の第5波はデルタ株ですね。で、遺伝子検査の結果なんですけども、4月5月6月はデルタ株の陽性が、6月にはほとんどデルタ株、アルファ株ですね、アルファ株に置き換わってですね、7月からはデルタ株が出始めてですね、で8月9月と今はほとんどデルタ株で感染力が強くて毒性も強いと言われているようなデルタ株に置き換わってますですね。で、発熱外来の状況なんですけれども、感染の波を追うごとに患者さんが増えてですね、で今回の夏ですね、また再度緊急事態宣言下でのオリンピックというような感じの再度感染が急拡大しています。で、連日60人を超える受診がありました。先ほど言いましたように遺伝子検査ですとか CT の検査が非常にこうスムーズに行えるようになって、この頃に比べては格段に外来の方もスムーズに対応できる、うまくいかないことも結構あるんですけども、スムーズに対応できるようになっています。病棟感染症病床の入院状況なんですけれども、1波、2波、3波、4波、5波と、3波から3、4、5はほぼフル稼働に近いような状況がですね、で 80% を超える病床利用率ということで、50%、病床利用率 50% というと、まだ半分空いてるんじゃないかって思われるかもしれないんですけども、50% を超えると、緊急事態宣言を発令するレベルなんですね。で、ちょっと空いてないと患者さんが受け入れられないと、夜来てもちょっとしかベッド空いてないと入院できない患者さんが出ちゃうというようなことでですね、 80% を超える病床利用率というのは危機的な状況でしたね。で、ワクチンの成果、第3波で高齢者が多かったんですけども、この今回の波では高齢者が減少して、中年者、若年層の入院率が増加しています。ということでですね、1、2、3、4、5と波を重ねるごとにウイルスも変異していくんですけれども、治療もですね、当初何もこう治療薬がなくてですね、非常にこう具合悪くなるのを待ってるような状況だったんですけれども、だんだんと戦えるようになってきてですね、最近の治療っていうのはですね、本当にこう重症化を防げるような、そんな治療が、この1年半の間に進歩してきています。これコロナウイルス感染症の経過と治療なんですけれども、感染してですね、ウイルスが最初に増殖するんですね。で、最初はみんな軽症なんですね。最初はみんな軽症で、軽症でウイルスが増殖してですね、で この時に風邪やインフルエンザと同じような似たような症状が出ます。で、ここで、ウイルスがなくなるとですね、免疫力の免疫が勝ってウイルスがなくなる、あるいは治療してウイルスがなくなると軽症で済むんですが、ここから今度ですね、ウイルスがいなくなってくる時期にですね、この体の免疫の調整がうまくいかないとですね、重症化するんですね。これは免疫の、自分の体の免疫の反応が崩れちゃうんですね。で、それぞれに対してですね、治療をする薬ができています。で、ウイルスが増殖している時にはできるだけ早く
抗体カクテル剤とかレムデシビルというようなですね、抗ウイルス剤、抗体薬を使って、こちらの重症に行かせないような治療ということをしています。で、重症に行きそうになった場合には、速やかにこのステロイド剤ですとか、パレスチニブというような炎症を抑える薬を使って、重症化を防ぐというような治療が確立されてきています。これ、当院、これ、朝日新聞の夕刊ですね、全国紙の夕刊になっちゃってるんですけど、松本市立病院でも、この抗体カクテル療法、ですね、聞かれたことあると思うんですけども、抗体カクテル療法を積極的にやっているというような、状況でですね、軽症のうちに軽症重症にならないような治療というのが進歩してきています。この抗体カクテル薬ですね、7月からぐらいから使い始めて、現在まで昨日までですね、85人くらいですね、85人治療してですね、で本当に重症化する人っていうのは非常に少ないですというか、一人も今回そのこの薬を使って重症化している人はいないというような状況ですね。で、抗体っていうのはそのウイルスが細胞に入るですね、細胞に入るスパイクタンパクっていうあるタンパク質があるんですけども、そのタンパク質にくっついて、で細胞に入らないようにするということで、感染が広がらないようにする治療。でその抗体カクテル治療の、実際なんですけども、どんな人に使うかというとですね、適用は1週間以内、発症してから1週間以内ですね、で重症化リスクのある方で、重症じゃない人ですね、軽症のうちから使いましょうということです。ですから50歳以上ですとか、あと高度な肥満のある方、心臓病、腎臓病、肺の病気のある方、糖尿病のある方などに使います。で7割の重症化予防というのも高まっています。でなぜこうカクテルかというとですね、一つの抗体が、ついてこれ変異ウイルスが出てきちゃった場合には効かなくなるので、2種類の抗体を入れて変異ウイルス対策としてカクテルにしているということです。で最近ではですね、その変異しにくい場所にとっつく抗体が開発されて、これももう一つの抗体治療薬ということで承認されています。でもう一つ抗ウイルス剤といって、ウイルスの増殖を、ウイルスっていうのは自分では自然には増えなくて、人の体の中に、体の細胞の中に入って我々の細胞のものを使って増殖するんですけれども、遺伝子、ウイルスの遺伝子が、増殖するときに使われる酵素です、ね、を邪魔するようなお薬が抗ウイルス剤、レムデシビルというお薬です。当初は重症になりそうな人にしか使えなかったんですけれども、できるだけ早く投与した方が効果が高いという結果が出てですね、今年の1月からは、肺炎のある体の患者さんには積極的に使いましょうということになっています。あとこの重症化しつつある人、あるいは重症化してしまった人にはこの抗炎症薬っていうのを積極的に使いましょう、十分使いましょうということで使っています。で、これはですね、どういう薬かっていうと、ウイルスが細胞に感染するとですね、サイトカインストームって聞いたことあるかもしれないんですけども、サイトカインっていう、感染した細胞がサイトカインという物質を出すんですね。でこの物質、サイトカインが免疫の細胞を活性化して、さらにまたサイトカインが出て、でどん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 サイトカインが出て、この過剰に、普通は免疫が正常な人はこれ調整するんですけども、調整ができなくて免疫が暴走してしまって、このサイトカインというのが感染した細胞やウイルスだけでなくって、正常な細胞を、やっつけちゃうということで、いろんな臓器ですね、腎臓、心臓の血管ですね、こういうものを障害しちゃうんですね。これが重症化の因子でですね、このサイトカインの酸性働きを抑えるという、そんなお薬も使います。当院の治療指針ですけれども、コロナで入院した場合には重症化リスクを評価してですね、そのあるなしで、あと発症いく日以内ですとかいうことで、その
患者さんを見分けてですね、あと肺炎のあるなしというようなことでも治療が決まっています。ですからコロナで入院したとしてもやれる治療というのはしっかりとしたやれる治療があるので、できるだけ早く治療すればさほど怖い病気ではなくなりつつあります。ということで、この今年の9月ですね、この今年の9月厚労省から出た、データなんですけれども、これ入院時に軽症と中等症、入院時重症という分けてあるんですけれども、これ去年の前半ですね、去年の前半と去年の後半とですね、このウイルス、抗ウイルス剤、あとステロイド剤、ウイルスをやっつけるお薬、あるいは炎症を抑えるお薬を去年の前半はあまり使わなかったんですけれども、この去年の後半はかなり使われ出していると。そうすると死亡率がですね、半分、場合によっては年代によっては半分以下に死亡率が下がっているということですね。で20代30代以下の方の死亡率はほとんどないですね。ただしこの第5波ですね、第5波にはその東京の方、首都圏ですね、病床が逼迫しているような地方では50代の若年者の死亡例も報告されているということで、この第5波だけで若年死亡の約半数を占めたというふうな報告があります。ですからベッドが治療さえ受けられれば死亡しないんですね、若い人は。だけどベッドがないと、病床がないと若い人でも亡くなる、若い人でも亡くなりうる病気だということですね。でなぜそのデルタ株がそういうことが起きるかというとですね、デルタ株、もともとの従来のコロナウイルスに比べてデルタ株は人の体の中でですね1200倍くらいになっちゃうと。で感染ですから増殖の速度が速いので、出てくるウイルスも多いので感染もしやすいし、あと重症化もしやすいという報告が各地から出されています。で実際ですね、今回の第5波ですね、で60代で基礎疾患のある方なんかは重症化するんですけれども、しやすいんですけれども、20代30代50代で基礎疾患がない方ですね、でもひどい肺炎になるんですね。しかしこの先ほどから言っているその治療、レムデシビル、ステロイドというウイルス、抗ウイルス剤と抗炎症剤を使うと何か良くなって皆さん退院されていきます。ということで、病院にさえたどり着けばなんとか重症化はすることを防げる病気になってきています。あとワクチンですね。でワクチンはいろいろ言われているんですけども、日本とイギリスの例を出しますね。で両方とも最近ではもう日本も出遅れてですね、出遅れたんですけれども、直近では 65.2、 イギリスも 67.3 と、諸外国に日本を追いついていてですね、接種が急に急速にできるようになったんですね。でこの第5波ですね、第5波は、ワクチンがちょうどこう拡大しているときにワクチンもできるようになったということで、第5波が収束ですかね、収束 してきたのはワクチンによる効果も大きいんじゃないかと言われています。ただしそのワクチンだけではちょっと限界があるというのはですね、イギリスですとか、イスラエルですとかシンガポールもそうなんですけれども、ワクチンも結構ワクチン接種が進んでもですね、ワクチン接種が進んでもこの感染者数ですね、感染者がもう増えちゃうんですね。これイギリスなんかは非常に厳しいこのロックダウンというような人の流れを止めたり感染対策を厳しくやってたのを急に解除したりとかですね、ちょうどサッカーの試合があって人が集まったりとか、そういうようなことをやると、いくらワクチンが接種していても感染が広がってしまうと。ですから感染の防止効果には限界があるということは明らかになっています。ただし重症化や死亡を抑制する効果は明らかなんですね。ということで、ワクチンだけではあるんですけど、ワクチンによって重症化、死亡の防止効果は明らかです。で
ある程度ワクチンがですね、受ける方が増えてですね、感染も抑制されて、重症化も抑制されてというような状況でですね、であと今現在インフルエンザに対するタミフルのようなですね、飲み薬ですね、軽症なうちに飲んでですね、重症化を予防する、入院率を予防する、入院を予防するというような、そういうお薬が全世界で、日本でもですね、開発されていてですね、で、最近のところではメルク、メルディエスという会社が、10月1日の発表では、大規模試験で 50%、入院率を 50% 減らせるというような、そういう飲み薬、抗ウイルス剤が承認申請されている、それは今年中にこのお薬が、日本でいつっていうのは分からないんですけども、出回ってくるんじゃないかと。あと日本の製薬会社の塩野義ですね、塩野義も大規模試験が終わったので、大規模試験をやってるんで、患者さん少なくなっちゃったんですけど、大規模試験をやってですね、今年度中、来年の春くらいまでには日本製のコロナに対しての経口薬っていうのが出てくるんじゃないかって言われています。で、当初、非常に治療法もなくて得体の知れない非常に怖い病気だという、そんなコロナだったんですけれども、ワクチンも出てきて、だんだんと治療法も確立されてきて、ちょっと明るい未来が見えてきたというようなところなんですけれども、私ですね、先ほどお示ししたように、ワクチンで、感染が抑えられるかというと、それだけではちょっと厳しいということが分かってきてですね、で感染が拡大して病床が逼迫しちゃうと、治療が受けられずに死亡される例があるということとですね、あと感染が広がっちゃうと変異ウイルスですね、変異ウイルスの出現する確率が高くなってしまうんですね。そうすると今のような状況でもっともっと感染力とか病原性が強いようなウイルスが出た場合には、なかなかこうまた厳しい状況になりかねないというようなことも言われています。あと若い方は大概治療さえ受ければ軽症で済むんですけれども、後遺症ですね、後遺症、特に物を合わせがあったりとか、もや頭がぼーっとしちゃうというような、そのブレインフォグというような後遺症ですとか、味覚障害なんかが問題となっているということで、一番はかからないように気をつけることが大切だと言われています。で、経済を回して、日常を取り戻すには、その前と同じような感染対策ではダメでですね、安心してしまうとちょっと、いいかってなっちゃうんですけども、自分も同時に感染対策を確実に行うことが必要だということで、感染予防のポイントについて、おさらいになると思うんですけれども、ちょっとお話しします。で、新型コロナウイルスの感染様式ですね、感染はですね、どういう特徴があるかというとですね、味覚障害が出るくらいなので、インフルエンザではこういうことはないんですけども、唾液腺ですね、唾液腺に感染しやすいっていうことが言われています。で、症状が出る 2,3 日前から感染性があるんですね。ですから咳やくしゃみをしなくても、風邪の症状がなくても、もしかかられてる人がいて、で症状が出てなくって、でマスクしてないと会話だけで感染が成立してしまうという、そういうところがあるので、その感染が広まっちゃうんですね。ですからマスクを外すと、こうどん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 喋ってるだけで感染が広がると。で、遠くに飛んでいくこともあるし、ここら辺にウイルスをまき散らしちゃうこともあるということですね。マスクをきちんとするということですね。で、要するにウイルスはこの口とか鼻から出てですね、口とか鼻から入るんですね。ですからそれには出口、入り口をシャットするのがいいわけですし、あと何かっていうと、手をですね、手が媒体になって、こういうところにウイルスがあった場合に手から目とか鼻とか口に入ってるわけですね。ですからここを全部シャットすれば、それも気をつければかからないですね、逆に。ですか
から、ここを注意、再度注意してやるということが重要になってくると思います。だからもう言われているように、マスクなしでは密集密接密閉しないと、であと、まあ、外でもその近くで会話すると、マスクなしで会話するとかかっちゃいますので、屋外でも近くにいるときにはマスクをするということですね。あとマスクは、これシミュレーションなんかでも不織布マスクがこう吐き出しですとか吸い込みもカットしていいようです。あとこれ11月7日の読売新聞の社会面からの抜粋なんですけども、飲食を伴う会食ですね。でその、リスク危険性がですね、その飲食を伴う会食での危険性、レストランや居酒屋では 1.5 倍、自宅では 2.1 倍、路上や公園では 2.3 倍と、まあ、数は差はどうでもいいかもしれないんですけど、要するに飲食を伴うところではやっぱり感染がしやすいんだということですね。で、まあ、マスクです。食事を口に運ぶとき以外マスクしている場合にはリスクは上がらなかったんだけども、マスクしないで会食しているとやっぱり高くなると。でカラオケ大声でですとやっぱりたくさんウイルスが出ますので、2人以上でカラオケに行った場合にはリスクが高くなるというふうなことが書いてありました。で感染研のセンター長は、緊急事態宣言が解除されても、まあ、マスクを正しくつけて長時間の会食は避けてほしい、特にワクチン未接種の人は注意して接種を前向きに検討してもらいたいと話しているというふうに報道されています。あと、まあ、もうじき冬もやってくるんですけれども、まあ、冬場のコロナ対策ということでおさらいしたいと思います。で松本地方の冬はですね、平均気温がまあ、氷点下から5度前後で、乾燥、暖房すると乾燥して湿度が 20-30% になると言われています。でコロナウイルスは、まあ、22度では1週間4度、寒いと2週間以上こういう環境で生存するということです。で乾燥するとそのコロナウイルスの口から出た飛沫は小さくなって、乾燥してない場合よりも先に遠くに飛んでいくということが言われています。で加えて気温が低いと、まあ、全身の免疫力が下がるし、粘膜が乾燥すると粘膜の免疫が下がるということで、まあ、室温は18度から22度十分高くですね、して湿度を保ってですね、でプラス換気をしっかりしましょうということを気をつけていただければと思います。冬場のコロナ対策ということで、まあ、室温は暖かく、まあ、ヒートテックですとかいろんな防寒具も利用して、とにかく、まあまあ、換気ばっかりしていて、その他の病気になってもいけないので、とにかく暖かくして湿度を高く保つようにしてですね、でそれから換気をしてくださいということですね。でなんかエアコンがあると換気しているような感じになって気になるんですが、まあ、換気はしてないので、最近では、まあ今からエアコンつけてあるってこともないと思うんですけども、換気ができるエアコンも発売されているようです。で冬の本場の北海道のある中学での換気対策なんですけども、この学校の保健デールからの抜粋ですけども、まあ、これも去年言われているので皆さんやられると思うんですけども、まあ、少しだけ20センチくらい部屋をうんと暖かくして窓を少し開けて常時換気するとかですね、あるいはいない時にしっかり換気するとか、あるいは2段階換気といっていない部屋、暖かくした部屋を換気して、でその隣の部屋で活動何かをやるというような2段階方式ですね。であと扇風機なんかを利用するんですけど、よく扇風機内側に向けている商業施設みたいなのがあるんですけども、これ内側に向けてると、換気が排気されないので、外側に、窓の外側にですね、入口の外側に向けて排気をするっていうことですね。で NHK のサイトでもこんなことをまだやってますので、参考にしてもらえればと思います。あとですね、手の消毒、手の衛生は感染防止の基本ということで、コロナウイルスは9時間くらい
皮膚の上にいると言われています。インフルエンザは2時間以内にはいなくなっちゃうんですね。出血が不活化するんですけど、でただ15秒のエタノールで亡くなる、不活化するんですね。ですから15秒はアルコールつければ亡くなって瞬殺されるというわけでもないので、ささっとつけてそれで終わりだとウイルスは残ってるんですね。を注意して必ず15秒以上やりましょうと。で逆に15秒経つ前に、アルコールがなくなっちゃうということは、そのアルコールが足りないということなので、十分なアルコール量を取って何もなくすり込むということが大事なようです。あと環境ですね。こういう机の上なんかもですね、アルコールをまいて拭き取っちゃうとですね、ある程度この15秒以上の接しないと消毒されないので、ウイルスは死なないので、シュッシュとアルコールスプレーをかけてすぐ拭き取っちゃうと効果があまりないんですね。ですからある程度こうやって拭き取らずに一方向にこう伸ばす感じですね。それでそのまま乾くまで待つっていうような、そんな形でお願いしたいと思います。当院の対策例を、少しご紹介しますけれども、これ当院に来られる一番最初の入り口のところでこんな感じでですね、当初よりも非常にこう事務の方ですとか看護師さんが工夫をしてですね、立ち止まってもらえる工夫ですねをしてですね、で消毒剤をこう入り口のところにこう門番のように置いてですね、ぜひこう やっていただかないを言わなくてもやっていただけるような流れを作ってくれています。で、検温もですね、ここで大きな画面でいろんな説明ですね、説明を色分けして書いて、ここで必ず立ち止まってくれるんですね。これしばらく見てたことがあるんですけども、必ず呼び出しで病棟に呼び出されてご家族さんなんかは急いで行かれちゃうんですけど、必ず皆さんここで立ち止まって検温をして、人がいなくてもですね、手を消毒してということで、非常にこれ優れたものを作っていただいたと思っています。あとですね、院内の各部署にですね、こんな感じで手を洗いましょう、指や手の指を目や鼻や口に持ってきまいかないようにしましょうというポスターをですね、トイレの蓋をしましょうとか、なんか細かいことですけどポスターが貼られています。これもこんな感じでですね、密集しない、あと食事もですね、いろんなところで食べられるようにですね、密にならないように食事をする場所も提供するっていうような形で、間隔を空けてできるだけできると食べられるようにしています。あと、他の病院で水回りが院内感染の原因になったっていうようなこともあってですね、こういう洗面台で歯磨いたりとかする場合にも、その感染するリスクがあったりとかいうことで、そう、この他にですけれども貼り紙をしたりとかしています。あと、あちこちに手を洗える、手を消毒できるような体制をとっています。ですから非常に手は汚いものだという認識で、職員の方々はやっていると思います。ちょっと落ち着くとですね、なんかこうこれで終わったかなって錯覚したんですけども、落ち着いている今だからこそ流行期に備えて感染予防対策の習慣をつけましょうということです。ちょっと最後にですね、診療体制ですね、どんな感じでの診療体制になっているかということをですね、お話しします。先ほどからお話してますように、なかなかこう未知のウイルスで、怖いで、いうことでですね、受け入れ体制ですね、当院が受け入れるにあたって保健所を中心にこの医療圏の医師会の先生ですとか病院の先生ですとかが集まってお話をしてですね、当院は6床の感染症病床を持ってるんですけれども、それを超えてですね、もうコロナの専門病院になった方がいいっていうような、そんな意見もあるくらいでですね、
まず私立病院が心意気を示すべきだ、そうでなければ我々を動きませんよという、他の病院の、世間の強い声があったんですね。でそれをですね、やっぱ病院でどうかということでですね、診療会議っていうのを開かれてですね、先生たちにこういうことを言われてるけどということで院長先生がお話ししました。そうすると、なんでうちだけだ、それはおかしい、そうですよね、でそもそも呼吸器内科感染症の専門医がいないので当院が受け負わなければいけないのかわからない、コロナを見るために感染症の診療をするためにこの病院に来たわけではない、他の病院は何の取り柄もない赤字で松本市のお荷物となっている当院にせめてコロナくらい見ろよと言っているんだと思います。病院としてやっているのであれば特定の方だけが大変な思いをするのはおかしい、みんなでやってもらいたい、非常にですね、皆さん本心をですねお話ししてくださってですね、厳しい意見で会議を紛糾したんですけれども、最終的には、医療従事者なんだからこれはこの国の一大事の時にはやらなきゃいけないんじゃないかというようなことで意見がまとまった経緯があります。ということで診療部の基本スタンスということで、専門家がいない状況の中で全身を見ている内科と外科を中心に診療して、特定の診療科への負担の偏りをできるだけなくすと、で医療従事者としてみんなでコロナ診療に関わるということでですね、ここに 今はこういう感じにニコニコしてやってるんですけど、当初は目はみんなつり上がってですね、顔はこわばって、とてもこう心配な状況でしたですけど、当初慣れたスタッフでやってたんですけども、だんだんとこうみんなでやるような状況になってですね、患者さんは内科外科で順番に回して、でそれ以外のことはですね、内科外科以外のドクターがその PCR 検査をやったりとか他の患者さんを見たりとかっていうようなことで、それぞれが、役割分担をして診療を進めています。これ去年の5月の、表なんです、勤務の表なんですけれども、昼間と夜とですね、で事細かにこう担当を決めてですね、診療をやってますと。今もこんな感じでやってるんですけど、この細かくまでは決めずにも今回ってます。ということですね、なかなかうまくいかないことの方が多いんですけれども、院長先生の陣頭指揮のもとにですね、それぞれが助け合いながらカバーし合いながらですね、なんとか診療を続けて大きな波を乗り切っているっていう状況です。でこれ去年から今年の9月30日までの、患者さんの受け入れ状況ですね。でコロナの患者さんの入院が527人あって、軽症といっても皆さん頭痛かったり具合悪いんですけれども、128人、中等症というと、肺炎があったりとか酸素が下がっている方なんですけれども、その中でも1と2と分かれていて、中等症2というのが酸素吸入が必要な方ですね、結構ひどい肺炎がある方たちですね。でこの中で、重症化等が懸念されて転院した患者さんがこれだけいます。松本医療センターは当初から連携をですね、密にして非常に速やかな転院を受け入れてくださってました。県内の他の医療機関からの受け入れ、オール長野というような体制でやってましたので、ここら辺が松本医療圏が困って患者さんが溢れれば他の医療圏で受け入れてくれて、県内の他の医療圏が溢れてこちらが落ち着いていれば受け入れるというような体制で、28名やってます。で今年になってですね、妊婦さんの症例も増えてですね、里帰りで見えている方ですとか8名入院となっています。でですね、この松本二次医療圏の病院間連携ということで少しお話をすると、去年の4月の28日ですね、松本広域圏の、会議があってですね、でそこで松本市長さんが、松本市立病院を中心に各医療機関を連携して見ていく体制にするということを公表してですね、で軽症な方はホテル療養ですね、で
中等症、軽症中等症は当院が受けて、重症は松本医療センター、最重症は心配病院、子供病院というふうに、決められてました。で、患者さんが少ないうちはだったんですが、患者さんが急速にですね、年末に増えた状況ではですね、なかなかこれ追いつかずにですね、非常に大変な状況でですね、なんとか保健所長さんですとか各病院の中村先生はじめ各病院の院長先生たちが、話し合ってですね、医療体制を、医療連携を、構築してきています。で、現在の、 その医療病院間の連携はですね、レベル2によって感染レベルによってこんな体制でですね、でレベル2で患者さんが少ない間は当院と松本医療センターが受け持つと、でレベル3患者さんが発生して増えてくるときには当院と松本医療センターで受けるんですけども、そのできるだけ早めにですね、他の病院も受け入れ体制を作って受けていただくということで、この地方、この地域が安心して生活をできるように、救急医療も含めて生活していただけるような安心した連携が構築されています。ということでですね、ちょっとすみません、駆け足になっちゃったんですけど、最後の、こんな感じで、バタバタして波が来るごとに、結構大変、心身ともに大変で疲弊することもあるんですけれども、このですね、旗ですとか、北川をはじめとするこの近隣の、児童さん、生徒さんたち、あるいは境村からなんかも来たりとかですね、数々の応援のメッセージをいただいて、非常にこう勇気をですね、いただいたという状況です。ありがとうございました。でですね、ご自分たちも、マスクが足りない時期にですね、マスクを寄付していただいたりとかですね、いろんな防護具を手作り寄付していただいたりとか、あと、少しでも心を休めてくださいということでお花をいただいたりとかですね、あとお弁当をいただいたりとか、気持ちの支えですとか頑張る原動力をいただきました。本当に感謝しています。ということでですね、当院のまとめですね、一部だけでなく、全職員がですね、新型コロナウイルス感染症と対峙し、なんとか踏ん張ってきました。で、ここまで頑張れたのは皆様の支えがあってこそだと思います。本当にありがとうございます。本当だと、もう少しだと思われます。引き続きよろしくお願い申し上げますということで、こう笑顔にですね、みんなが笑顔で生活できるように、引き続き全力でお尽くしたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。